はい、今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、アゴン桐山杯の決勝戦、本因坊文雄九段対、山下敬吾九段の碁を紹介したいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。はい、両者ね、決勝戦もね、久しぶりみたいですね。山下さんはね、あまり、三々にはね、入らないタイプで、井山さんはね、よく入りますね。で、この別れから今、シチョウがいいんですけど、こうね、シチョウあたりを打ってきました。この連打はさすがに痛いので、こうやって逃げ出してきて、ここでコスミは頑張った手ですね。こちらに構えて、こういう進行の方が多いような気がするんですけどね。コスミで頑張ってこられて、ここはね、力強く押してって、切った調子で、ここを守りましたね。で、ツケド、厳しい一着ですね。跳ねから、こう跳ねをね、決めるんですね。で、当然こういう手はね、打っちゃいけないですよね。カケツギと変わって結局また戻りますんでね。この1と2の交換は悪手ですから、このようになって、この手もね、例えばこういうところで守ってしまうと、つなぎが効いて、当て込みから当たりにされて、トントンと。っていう手がね、残りますんで、ここは一手必要なんですね。なんとなくね、この利かしがね、有効的で、黒は結構頑張ってるんじゃないかなと思いますね。ここのね、ツケとかあるんですけど、ここで頑張ったのがね、さすがですよね。これツケには、こういうハサミツケでしょうかね。こんな感じでしょうか。例えばこういう感じでも、これでなかなか白もこれ封鎖できないんじゃないでしょうかね。これも出られてしまいますんでね、ちょっと白の方が怖いんじゃないかなっていう進行ですね。で、これだと、ちょっと難しいですけど、手順がね、こんな感じで生きる、ことができますんで、こういうのもちょっと、もうすでに生きてますんでね、ちょっと白もやりづらいのかなと思います。なので、つけて打たれましたね。これにこうなって、飛びました。ここはこうで、頑張って、当然抜きもね、考えたいんですけど、もしかしたらこちらを警戒しましたかね。これはこんなもんで、こうやって、わかりませんけどね、こういうような感じのイメージかもしれません。ですから伸びで頑張って取りと。白はね、これで、こちらは生きたと。で、こちらに襲いかかって、こう打ってから飛びもね、こう気合いの進行で、この時にですね、この手がなんとなく素晴らしい一着のように、感じましたね。これがこの動き出しを見ながら、こちらの石、あれもね、地にしようとしてって、この薄みもね、狙ってると。非常になんとなく感じが出た一着なのかなと思いますね。
で対して、まあ結構山下さんもね、長考したと思うんですけど、こう打たれました。はい、で賭けからまたね、石が張ってますよね。はい、で飛びなって、白はここをね、まあね、利かしに行きまして、はい、コスんでここを守りましたね。やっぱり、白がね、生きる羽目になってますんで、ここもね、付け越しがあるのでね、ここを守りました。で、つなぎで頑張って、つなぎに対してこうやって生きるのではやっぱりね、辛いのかなと思いますね、白はね。これで、まあ、白生きないといけませんね。で、生きる前にちょっといろいろ利かしまして、この交換も辛いですよね。これでこの1目取りか、この1、ここに目ができる。で、ここがまたね、なかなか次もね、狙いがあるんですけどね、跳ねてね、なかなか取れない。で、こう綺麗に行きまして、地合いでね、差がつきましたね。白は地で頑張りましたけど、下がりから、ここが決め手となりまして、これで投了となりましたね。これはこうやってやるのは、こうやってこうやって、この2目取っても欠け眼ですからね、眼がないですよね。で、つなぎにはこれでいいんですか。こうやってこうやって攻め合いがね、負けてます。ということで、ここで投了となりました。井山さんはね、この棋戦はね、5年ぶり5度目の優勝、ということでね、5年ぶりっていうのも意外と、意外ですね。なんか、もっと2、3年ぶりぐらいかなと思いましたけど、意外と年月が経ってましたね。これでね、また日中アゴンのね、世界戦がありますんでね、そちらもね、期待したいと思います。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。